なんかどんどん幅が広がってきているので、紹介する商品数が増えるのともにエリアも広くなれば業種も広くなってきているし、で生産者さんの、形態もそれぞれなので、それに合わせて自分たちの動きの幅も広がってきていますね。もう震災から2年経って、会社さんの状況も少しずつやっぱりこう整ってきているんですけど、その中ででもやっぱりこう手一杯な部分とかは、売れば売るほど見えてくるというか、出荷が追いつかなかったりとか、物がなかったりとか、あとはそもそもとして被災しているから何かしらの制限があったりっていう部分がすごく浮き彫りになってきているので、そこに対して私たちがどういう手当てできて、かつ通販っていうのにこうマッチさせられるかみたいな部分とかはすごく意識するようになったりして、悩み深い日々を送っております。今現状が33店舗で、また5月増えてくるので35店舗超えるようにはなるんですけど、まあ夏が10ちょいくらいで10すだっかたね。ね、増えたのは。だんだん生産者さんが集まってきてくれることによって、石巻の情報発信の一角は担えてるかなっていうくらいの、でも自負はあるので、それをもっともっと増やしていくことによって、もっと対象を広げたいっていうか、まだまだ出会えてないお店さんは多いので、それをもっと取り込むことによって、私たちだけじゃない、本当に元気商店から石巻の生産者さんに還元ができれば、この辺頑張っていきたいですね。やっぱり発信力っていうのは漁師さんが多かったりだとか、加工屋さんもジムは揃ってるけど、じゃあネットとかってなってくるといまいちどうしていいのっていう方々いっぱいいて、でも本当に美味しいものだったりいいものを育てて、それをじゃあそれ生産者さんごとに違う商品に一番合った食べ方を紹介している生産者さんいっぱいいるので、そういった方々をもっとうまく発信していく力になればなっては思いま切り身の加工品と、あとは刺身で食べるようなフィーレっていうか半身のやつが2種類くらいと、あとは銀鮭詰め合わせっていうか銀鮭尽くし、いろんな加工品がこういろいろバラエティで詰められた、筋子も入ってますよみたいなのもありますし。次回5月11日は石巻女川の美味しい銀鮭を楽しんでください。